What's up, everyone? This is Ryuki here, and today I am playing Fate Stella Side Story. Enjoy. Totos, だが自己紹介をしたいと思う。許されるだろうか。俺はラン。いや、ランサーのサーバント、神名をカルナという。旧セラフにおいて聖杯戦争に参加し、敗退、消滅したはずの男だ。だが何の因果か、こうして再びサーバントとしてセラフに現れることになった。マスターのいないサーヴァントというのも妙な話だが、セラフが新天地となったことでサーヴァントのルールも多少変わったのだろう。戦い以外で俺が呼び出されるのは珍しい。いい機会だとばかり物見湯さんの心持ちで新しいセラフをさまよっていたのだが。ちょっとカルナさん、状況分かってます？敵襲ですよ、敵襲。真相のお嬢様よろしく、ため息ついてる場合じゃないんですよ。承知している。セイバー陣営からの刺客だな。俺の出番か、キャスター。もちろんカルナさんが出陣してくれるのなら何の不安もありませんとも。よろしく蹴散らしてくださいます。心得た。詐欺同然の話術でお前の配下に加わった俺だが、禄をはんでいる以上一人前の働きはする。サーヴァント、ランサー、必ずや戦果を上げ主の期待に応えるとしよう。なんと頼もしい&扱いやすい。ではでは、私は寝室でのんびりナビゲートをしていますから、あとはよろしく。出陣するのですか、カルナ。あなたは光明神とは無縁の人。キャスターが支配するこの都にも不満があると感じていたのですが。いや、特に不満はないが、少々派手だが華のあるいい町だ。ですが今、詐欺同然の話術で雇われる羽目になったと言いませんでしたか。なぜそうなる。先ほどのは確たる覚悟もないまま進化の誘いを受けてしまった俺を熱く愚するキャスターに、せめて戦果で返礼するという意味だな。そうでしたか。私も口下手な方ですが、あなたもなかなかに。いえ、失礼。ではキャスターに心からの忠誠を誓っているのですね。あのレガリアを奪い自分が王になる野心はないと。無論だ。一度使えると口にした以上二心はない。話はそれだけか、ライダー。であれば先に戦場に行かせてもらうの。はあ、どうぞご自由に。エリザベートが先行していますので彼女の世話をお願いします。心得た。同じランサー同士、さぞ気が合うに違いない。巧みに助け合い敵軍を撃退するとしよう。深く槍の扱いでわしが遅れを取るとは、死んでも死にきれんとはこのことよ。今の攻防でなお自らを攻めるのか。中華武術の発展も侮れん。機会があれば
俺も貴様の槍を味わいたいところだが、これも敵味方の定め。その命ここで仕留めねばならん。己の運のなさを呪え、アサシ。槍に負けたとあっては未練もひとしおだが、相手が貴様であれば飲み込むほかあるまい。だが首を差し出す前に言わせてもらおう。なぜ貴様ほどの英霊がキャスターに味方する？あれは魔性の獣、警告の女であろう。その槍はわしと違い善なるもの。貴様は悪と知りながら道を間違えるのか？我が陣営のライダーもそうだが、お前もか。無論キャスターが悪しき者となれば進化としてこれを打つ。だがそれはお前たちの杞憂だと前もって言っておこう。あのキャスターが魔性の者であっても、今は正しい主をいただいた一人の女性だ。かのマスターに仕える以上、キャスターが道をたがえることはない。俺はその道行きを俺なりに支えるだけだ。なるほど。正面から破れるはずよ。進化としての心構えが一段ほど違ったようだな。見事なりカルナ、貴様であればこの首を任せよう。煮るも焼くも好きにするがいい。なんという豪気な男よ。俺の判断に任せてくれるのか。であれば。あのアサシン、生かして返しちゃったの？何考えてんのよあんた。あんな厄介なアサシン、倒せる時に倒しておかないとダメじゃない。キャスターよキャスター、あいつにどんな罰を受けるか。電撃ビリビリってくるわよ、ビリビリって。すまない、処罰は俺だけにとどめるよう進言する。だがどうしてもあの男の槍が見たくなってな。生きていればいずれまみえることもあるだろう。これだから武人系サーヴァントって面倒よね。強敵を残しておきたいとか、何？ケーキのイチゴは最後まで取っておくってやつ？ケー、なんだ？ロールケーキなら多少は知っているが。なんでもないわよ。いいわ、戻りましょう。私も一緒に言い訳してあげる。戦場で助けられたお礼はそれでチャラね。ああ、よろしく頼む。俺はどうも口下手らしいからな。前置きもなしでこれまでの経緯を語るが、そこは許してほしい。セイバー陣営を下し、新セレフ統一に手をかけた我らがキャスターだったが、あと一歩というところでその野望は水泡に帰した。第三勢力として現れた破壊の軍勢に大敗したキャスターだが、それが良かった。よこしまな考えを改め、セラフのために戦うことを決意したのだ。キャスターとそのマスターは残った勢力で破壊の軍勢の本陣に強襲、起死回生の攻勢に転じたのだが、さ、状況分かってます？ここは敵陣のど真ん中、セラフの運命をかけたナスナの戦いなんですよ。承知している。ここを切り開かねばセラフに明日はない。キャスター、先陣は俺に任せてもらおう。アルテラに受けた傷もまだ癒えていないのだろう。であればここはショーである俺の出番だ。
それは願ったりかなったりですが、カルナさん、いつにも増してやる気あふれてます。私、何か余計なことしちゃいました？別に何も。お前は常に自然体だ。何、俺は存外お前の陣営を気に入っていたのだなと、ここに来て実感しただけだ。そう、インドの要素皆無なのに。そういう気負わないところがいいんだ。よし、今回もいい激励をもらった。後のことは任せておけ。この領域は制圧した。次こそアルテラとの直接対決、決戦だな。待ちなさいカルナ、あなたはアルテラの正体を知らない。正面から彼女と戦っても勝ち目はありません。ここは撤退し、アルテラを封じ込める策を取るべきです。もっともな意見だが、それではセラフの7割は破壊される。被害を最小限に抑えるためにはアルテラを取るしかあるまい。ええ、あなたであれば英霊アルテラを倒すことは可能でしょう。ですが問題はその後。アルテラを倒せば伝承にあるセファールが出現してしまう。これは忠告です、カルナ。アルテラを倒してはいけません。真にセラフの未来を守るというのなら、あなたはキャスターを見捨てるべきです。そうか、それは難しい話になってきたな。ついにアルテラを追い詰めました、カルナさん。ここは私と二人、出し惜しみなしで決着をつけるというのはどうでしょう。お前との共闘か。胸躍る提案だが、それは次の機会に取っておこう。互いに加減ができる立ちではないからな。何、安心しろ。俺のホームは神殺しの槍だ。敵が強大であればあるほど振るいがいがある。第一、お前のホームはそもそも国づくりのもの。その真意は破壊の軍勢によって荒廃した領土の再建にとっておけ。カルナさん。ええ、もちろんですとも。戦いの後のことはお任せあれ。このキャスターみこっと良妻なところをお見せしましょう。それでいい。お前が日向にいる限り、我が槍の矛先は優勢の化身のみ。行くぞ。この戦い必ず勝利し、千年峡に凱旋する。神々の王の慈悲を知れ。インドラよ、刮目しろ。絶滅とはこれ、この一刺し。焼き尽くせ、バサビーシャクティ。見事だランさん。アバターとはいえ、私をよく破壊した。だがそれは終わりの始まりだぞ。未明領域の闇は晴れない。優勢より落とされた星の涙、あらゆる文明を淘汰する巨神セファールの腕がお前とこのセラフを握りつぶすだろう。これがルーラーの言っていた真の最悪。
文明を滅ぼしたという白い巨神か。なるほど。人の知恵で作られたもの全てを分解し、吸収し、成長し、そして自戒する。もはや神というより終末装置そのものだ。ビシヌ神の最後のアバター、終末に訪れるカルキですら、ここまでの異様は誇るまい。だが敵が何であれ、セラフを好きにはさせる。日輪に衰えはなく、大地に日が陰ることはない。俺のこの命に変えてもらう。インドライオ、今こそ刮目せよ。この閃光の一撃が虚空の神を打ち滅ぼす瞬間を。So that's the end of today's playthrough. Anyways, if you're new to my channel, don't forget to hit that subscribe button, it's greatly appreciated. Also, drop a like if you like what you've seen here, of course. And as always, this is Ryuki here saying thanks for watching, and until next time, everyone, sayonara.